皆さんこんにちは。今回の動画はゆるろく251話、この251話で起きそうなことを予想していこうと思います。あとこの動画を最後まで見ていて思った方は高評価よろしくお願いします。それでは本編最後までご覧ください。前回の250話ではパリエクスジェンのスローイングからスタート。今回スローイングを担当したのはディフェンダーのチャパ。このチャパは単行本20巻から登場、パリエクスジェン初の海外組。一部の読者からはパリエクスジェンの注目選手では、またワールドベストイレブンのメンバーの1名からと思われていました。そんなチャパのスローインから始まった250話、時光、七瀬、ギャバンとバスタードにボールを渡すことなく順調に運ぶことに成功。ですがギャバンからシャルリーのパスの際に、この試合からバスタードの顔となったあの男が反応。この試合でも潔のメタビア健在、ギャバンからシャルルへのパスを封じる。ちなみにこのプレーが誕生する前にバスタードがこの試合で気をつけている最新情報が判明。チームの最重要ルールとして、あいつだけには自由にさせちゃいけない。このあいつというのがシャルル・シュバリエ。15歳のミッドフィルダーでパリエクスジェンマスターであるロキが大事に育成している選手。最終セレクション後はワールドベストイレブンの1名になったりして。ちなみにこのルールが誕生した理由としては、シャルルを自由にすることで一気にパリエクスジェンの攻撃が活性化するから。今後もバスタードはシャルルのマークを継続、潔同様メタビア使用することも判明したシャルル。一体シャルルはバスタードの選手からマークされている中でどんなプレーをするのか注目。なお潔がカットしたボールはルーズボールとなり、ボールの行き先は自チームのベネディクト・グリム。グリムにボールが渡ったということは、ここからチームカイザーの反撃。4試合連続でキックオフ後即ボール出しされちまったチームカイザー。今回はグリムネス・カイザーの計3名で一気にカウンター。今まで通りパスで前進していき、ネスに対して時光が対応。また剣もプレスを仕掛けてきましたが、しっかりとフィニッシャーであるカイザーへパスを通す。プッシュ・シュはチームカイザーのカウンター。またフィニッシャーであるカイザーまでパスが通ったということで、カイザーが第5戦目後に言っていた新兵器が見れるのではと少し期待していましたが、あの男があっさりとボール出しに成功する。カイザーとしてはナナスカラスの2枚もかわし、シュートコースまで運ぶことに成功。あとは振りの速さだけなら世界一。カイザーインパクトでゴールを狙いに行ったが、現在ブルーロックナンバーワンであるリンがカット。リンがこの試合初の主導権を握ったところで250話は終了しました。251話のタイトル、特等席。一旦251話ではどんな形でこのタイトルを回収するのか、何か良い意見がありましたらぜひコメントお待ちしております。先ほど紹介した250話の内容から、251話ではパリエクスジェン・リンのカウンターからスタート。先日投稿した上記の動画の最後の方でも話しましたが、251話から始まるリンのカウンター、主としてはこのカウンターを機に最終的にはパリエクスジェンが先制すると予想しています。今回の最終セレクション、ここまでバスタードが絡んだ計3試合、キックオフした話数から先制ゴールまでにかかった話数を集計。集計した結果、共通点を発見しました。 FC バルチャ戦、キックオフした話数から先制ゴールまでにかかった話数3話、マンチェスターシティ戦、キックオフした話数から先制ゴールまでにかかった話数3話、ユーバース戦、キックオフした話数から先制ゴールまでにかかった話数3話、パリエクスジェン戦のキックオフは249話。251話というのはパリエクスジェン戦がキックオフしてから3話目。以上の内容から251話にてパリエクスジェンが先制すると主は予想しています。ちなみに251話にてパリエクスジェンが先制するとしたら、誰がゴールを決めるのか。リンのカウンターから始まるということで、リンが先制ゴールを決める的な。第7戦目では時光、七瀬、シャルル、計3名との連携により試合開始早々先制ゴールを決めているリン。今回の2番目、カイザー戦の影響で七瀬との連携は厳しいですが、シャルルや時光との連携は十分可能。
また足のある剣もいるため、どんな攻撃を展開するのか楽しみ。もしくはもう1名のパリークス順のストライカー、第7戦目にて2ゴールを決めている指導が先制ゴールを決めたりして、210話の内容からチームカイザーのカウンター開始時にグリムをマークしていた指導、そのためカラスやナナセよりも251話から始まるリンのカウンターに参戦しやすい。基本はリンを軸に攻撃を展開していきますが、途中ルーズボールとなり、そのまま指導がダイレクトで先制ゴールを決める的な。またこの試合でパリークス陣マスタールキが望んでいるリンと指導の共存、今回のリンのカウンター、最終的にはリンか指導どっちがゴールを決めるのか不明ですが、指導とリンの化学反応が実現。なおこの化学反応が実現するためにはシャルルの活躍は増すそう。ロキの意向として海外組であるシャルルを中心にパリークス陣はチームを構築。虫的にはもしこの試合でシャルルがリンと指導同じピッチで共存している中で双方に的確なパスを出し、シャルルのおかげで指導とリンの化学反応が実現するようであれば、最終セレクションが終了後15歳ながらミッドフィルダーとして新たにワールドベストイレブンの選手に選出されるかなと予想しています。ちなみにまだ作中では描かれていないパリークス陣版のマスターとブルーロック組の初絡みシーン、一体いつ描かれるのか参考までに、ここまでバスタードが対戦したチーム FC ブルチャは第1戦目キックオフから2話目でマスターとブルーロック組の初絡みシーンが掲載。マンシェンシティに関しては第3戦目キックオフ前に描かれていました。ユーバースは第5戦目キックオフから5話目でマスターとブルーロック組の初絡みシーンが掲載。先制ゴールみたいに共通点はないという結果に。なおここまで描かれた情報参考に現時点で判明しているロキとブルーロック組の関係性、第7戦目終了後に行われていたパリークスジェンのミーティングの内容から、毎試合後ロッカールームにて海外組やブルーロック組の選手に改善点を伝えている。ブルーロック組に関しては誰も反論することなく素直にロキのお言葉を受け入れていた。ここまで各人各様マスターたちは異なる哲学を持ってブルーロック組との初絡みシーンを展開。一体ロキはブルーロック組との初絡みの時どんな哲学などを共有したのか。主の勝手な意見ですが、251話ではパリエクスジェン先生、そのため252話か253話でパリエクスジェン版のマスターとブルーロック組の初絡みシーンが掲載すると予想しています。以上、今回はブルーロック211話で起きそうなことや今後の展開なども予想していきました。最後までご視聴ありがとうございました。この動画を見ていて思った方はチャンネル登録並びに高評価よろしくお願いします。あと X インスタ TikTok もやっておりますので、フォローの方お待ちしております。